シオンの父親はおっしゃる通り、子供やなくいい加減な男でした。私の目を盗んでは他の線に手を出して、シオンだって自分の好みにされたいからって甘やかして、私にばかり辛かったって。最低の男ね。どうしてそんな相手を伴侶に選んだのか。甚だ疑問であるが、私もその女ですから。若い頃はあの人の自信あふれる姿に惹かれたんです。ちょっと悪いぐらいの男に恋をして、痛い目に遭ってから悲劇のヒロインを気取る。性にはありがちな話ですよね。ハグル君、あんまり女を馬鹿にしない状態。はーい、以後気をつけまーす。いいな、ノリが。心ない一言に一瞬言いどよもの、カムユスケの助け分より、ミエスは言葉を紡ぎ出す。かつてシオンさんが男友達を家に上げた際の激怒、今更ながらに、その理由が納得できてしまう。ハグロさんの言い分も一理あるが、こういう時はやはり同性の方が気を使えるんだろう。否定はしません。若い頃は私も愚かだった。あんな男に子供を育てる資格なんてない。だからあの男と離婚して、シオンの親権を勝ち取って、私が司法試験を目指そうと思ったのもちょうどその頃です。世の中には育児能力がない夫に親権が取られて、悲しむ母親がいると聞いて、自分にも何かできないかと考えて。大変だったでしょう。高齢から司法試験を目指すのは、並大抵の努力ではかないわ。ええ、昼間はシオンを飛ばせるためにパートをして、夜の間に勉強して、実際になった後でもその姿は変わりませんでした。けど、そんな生活がいけなかったんでしょうか。私は仕事に追われだけで、シオンにはいつも家の鍵と食事代を与えるだけ。こんな生活じゃ家に着かなくなりますよね。将棋に叱らない笑みを浮かべると、メンスは握った拳をわなわなと震わせる。今、彼女の中は、ふつふつと最愛の娘への怒りが込み上げてるに違いない。そう思い、止めに入ろうとする僕を制すると、カムンズキは黙って首を横に振る。親として子供を放っておいたのは私の責任です。けど、それでも私は必死だったんです。なのにあの子は今々しいあの男にできて、どんどんいい加減になってきて。化粧を覚えるなんて、もっと大人になってからでもいい。どうして今より必要があるんですか。男性付き合いだって、もっと大人になってからでいいのに。さらにあの子は、どうして自分が他人を不幸にしてると気づかないの。勝手を知る限りでは必ず誰か不幸になってるのに、無自覚に他人を、はしげにして。これじゃああの男と同じじゃない。私はこんな風に育ったんじゃなかったのに、私は。愛していたはずなのに、どうしてこんなに。あの子は憎いの、どうして。そこまで話し合うでうずくまると、カムユスケは片割りに座り込んで、そっと肩に手を出せる。期待をことごとく裏切り、自分と向き合おうともしないシオンさんの裏足。親としての無償の愛情と娘を憎む心、一見性としての嫉妬に思えた心の奥底では、相反する二つの感情に苛まれていたんだろう。だからこそミネスはこんなにも悩み、どうしようもなく弱さを露呈してる。親の心こしらずとはよく言うし、僕だって自分の親と向き合ってるとは言い難い。けれどシオンさんは自分がどれだけミネスさんの心を抑えてあったのか、少しは気づくべきではないだろうか。もう大丈夫です。ご心配おかけしました。やんわりとカムズキ王に会釈すると、ミネスは肩を落としたまま僕の顔を見せる。一つ謝らなきゃいけませんね。これだけ問題だらけなのに家では問題なかったなんて言ってしまって。今更ですが、そのことは撤回してもらえませんか。どうかお気遣いならさないください。親として子供をかばうのは当然のことですから。いえ、すべては世間体を気にしてもらうです。先に聞いたことを言い、私は決して褒められた親ではありませんから。そんなことないであります。それでミエさんは立派な母と思いであります。小暮さんの励ましにミエさんは祈るような両手を重ねた。では改めて失踪当時の様子を聞かせていただけますか。今更なんですが、原因はきっとあのメールのことだと思います。メール、それは携帯メールのことですか。いえ、SNS と言うんでしたっけ。そういうネットで日記を書けるサービスに無線加入しまして、よく男性からメールが来るらしいんです。SNS、何ですかそれは。ソーシャルネットワーキングサービスの略称ですよ。ブログに代わる手軽なコミュニティツールとして普及してるんですけど、小暮先輩知らないんですか。うむ、アイドルのブログなら知ってるでありますが。知っておいて損はありませんよ。手軽に出会いを得られますし、何よりログイン時間が怖いのほど相手は寂しがりってことですから。頭をひねる小暮さんだし、ハグロさんはリスクが少ないなどと進み始める。僕も正直さっぱりだが、そんな個人が特定できそうなものを利用して危なくないんだろうか。もうなんていうかね。確か2009年だよね、流行り紙3の発売の年数が。
時代なのかな、この辺は。なんていうか、携帯電話を持ってると友人とつながってる気がするというか、ネットサービスにもそういう心理が働いているから、シオンさんも利用してるのかもしれない。それでその SNS にどんなことが詳しくわからないですが、すごい男性から連絡来たとか、いきなり消すんでとか。いきなり消すとはね、内容代ほど繊細なものだが、あるいはミネスさんがその男に被害を加えられたと自覚しているのか、この場合はどうしたらかしらね。とにかく内容を見せてもらってよろしいでしょうか。シオンさんのパソコンでそれは確認できますか。ええ、これもどっかの男性からもらったようですし、パスワードなんて変わってなかったはずです。部屋の片隅に無造作に置いてあるノート PC を手繰り寄せると、ミネスさんは慣れた手つきで電話を入れる。静かな部屋の中に低い機械音を響かせながら、こうなくしてパソコンは起動画面へと移行する。確かブックマークに入っていたはずですが、そのメールはミネスさんご自身も確認されないんですか。はい、ショーンがあまりも警察に従っていたもので私は見てみました。それでつい頭ごなしに行ってしまったんです。いい加減なことばかりしてるからそんな目に遭う、自業自得だと。正論ね、全く火の打ちどころないけど。けれどショーンには理解してもらえませんでした。そのまま言い争いになってあの子は飛び出していったきり。どうせすぐに帰ってくると仕事に持ったら、それっきり行方がつかめなくなって。それが3日前からそうですか。はい、どうしてよだましく思われるのか私には理解できません。手探りでブックマークを一つ確認していくと、やがてオレンジを基調とした一際明るい画面がモニターに射する。娘が出て行った後に一度確認したんですが、確かに新箱に、な、これです。メールフォルダを開き、最新内容をクリックすると、僕たちの前に恨みが込まれた内容が一気に表示される。おお、なかなかやばそうですね。草生えてるな。草生えてるな。なんでありますか、これは。フグレさんと同じくあまりに繊細な文章に言葉を失ってしまう。知識の上だ、ストーカーがどういう存在か理解していた。だがそれとおぼしき人物が書いた言葉を前にすると、絶句しかできない。文面を見る限り、かつては恋人関係にあったはずなのに、今となっては憎べき対象でしかない。人間とはここまで歪んでしまうものなんだろうか。報われない愛情は行き過ぎると限りない憎しみへと変貌する。この男に何をしたか知らないけど、これまでの話を聞かれ見過ごす挙句に、そうなんでしょうね。文明より付き合ってる最中は相手に徹底的に尽くしていたのね。意識を尊重し、自己を抑え、欲求さえも我慢し、それが恋人に最悪な形で裏切れた。だからこそ牙を失った愛情は憎悪なり、そのままミニシオン当人へ向けられることになった。なんとも救われない話ですね。それにこのユーザーと国に大会してみたいし、痕跡を残したくなかったんですかね。大会？なんでありますかそれは。文字通り、このネットワークサービスの利用を停止したということですよ。以上、サイバー犯罪としての対応をするべきでしょうが、この分じゃ登録情報を持つばかりで構成するでしょうし、利用元を特定するのは難しそうですね。もういいでしょうか。正直見ていてあまりいい気分はしないもんで。辛そうに画面から目を離すと、ミネスさんは欺めた顔で、小さく手のひらを握りしめる。娘に生命の危険が迫ってるのに、何一つできることがない。親としてこれほど無力化に苛まれることはないだろう。配慮が足りませんでした。まだすぐありますね。記入されたメッセージは繊細なものだが、その横にあるスクロールバーが気になり、画面を下へ移行する。これがあるということは、メッセージは終わりではないのだ。もしかしたら文末にさらなる内容が記されているかもしれない。空白の続くページをめくっていくと、やがて文末に一つのアドレスがあってあり、それが紫に変色している。押した形跡があるということは、シオンさんもこれを見たということでしょうか。おそらくね、カズミ君、入れてみなさい。長いリンク先が表示されている部分をクリックすると、数秒の読み込みの後に今度は掲示板のような画面が寄せられる。
何ですかこれ。ミンスは絶句するように息を呑むと、目が離せんは呆然と画面を眺める。カムンスケよ、これって匿名の専用国ね。個人メールの文にはどうせ口だけだろうととか送っていても、こうして第三者を巻き込むことで犯行に信憑性も出せる。どうやらこの男はミンスを精神的に追い込んでから殺すこともできるよね。ということはつまり、不審場身柄を拘束したとしてもすぐには殺さないってことよ。それは本当ですか。本当なんですよね。ねえ兄さん、目の焦点が覚めないまま僕に背かれると何度も肩を縛りながら同じことを繰り返す。お急ぎくださいます。とにかくこっちへ。本当にあの子は無事なんですよね。あの子は小暮さんに連れられて部屋を出たとも、兄さんの悲痛な叫び声は山ほどに続く。かまいすぎよ、今のはあくまで予想でしかないわ。けれど可能性があるのは確かなのだよ。僕たちにできるのはそうなる前に犯人を捕まえることですね。二人の言葉に無言でうなずくと、マウスホイールを回し画面を下へとスクロールする。最初の書き物すぐの後には刃物で刺してやるなどと記されていた。10日と期限を設定しているのは、犯行を行うことにためらっているというより、その間に塩本さんを精神的に苦しめることが目的なんだろうか。そしてその下からは IE の字幕ガムが延々と迫ってる。ひどいですねこれは。みんな自分のことじゃないからって楽しんでますよ。そんなもんよ。ここに書き込みしてる人間にとっては他人事ですもん。実際に事件が起これば、体育さん以上に刺激を与えてくれた英雄と褒めたたえ、ミスに終われば臆病のとを乗せる。ネットやテレビを介して伝えられる情報は視界的に現実でも、彼らにとっては虚構でしかないのよ。カモインスキーの無情な前に真相を示した言葉に、兄さんから聞いた言葉が脳裏を入れる。他人の不幸はミスの味か。オルレアンの噂がそうであったように、どんなに時が経っても、人は他人の不幸を娯楽として S に浸るという最低な行いから抜けそうとしない。自身が犯行の対象だった時にはシオンさんのように被害妄想を訴えたり、世の残酷さを嘆くはずなのに、犯行を起こすことを期待する声、犯人を訴える称賛の声、犯行を否定するも詳細な情報を求める声、犯人を無差別に応援する声、見てるだけで発見するような声援の中でページをめくっていくと、その中に再び犯人とおぼしき書き込みが加えられる。明らかに面白がっているような書き込みの下には、まだ押された形跡のアドレスが貼られている。こういう匿名性の掲示板にて浮かすリンクを踏むと危険だと聞いたことがある。だが今は少しでも手がけが欲しい。心の中でシュンさんにやめれながら、僕は指先に力を込めてそのアドレスをクリックする。その瞬間、パソコンに搭載されていたメディアプレイヤーが突然立ち上がり、ノムスの走った映像が画面いっぱいに表示される。なんだこれ。黙って、何か来るわ。カモエズ教の劇に押し黙ると、僕たちは食えるようにその映像を見つめる。加工した音声だろうか、途切れ途切れの機械は確かにシモさんを殺すと訴え、荒い画像にやがて確かに色が灯る。それは一面の赤。薄暗い部屋の中、黒い布を頭からかぶった人物があたりに赤い何かを飛ばしている。ペンキだろうか、それとも何かの血液だろうか。壁に勢いよく付着し、ドロリと床に垂れ落ちるそれの上に足を置くと、影の人物はそれをぐちゃぐちゃと吹き混ぜる。笑い声なのか、興奮しすぎてなら吐息なのか、ノイズバージョンの音声のために判別はできない。足に付着した赤い物は粘液をかけますようにところどころ泡立っており、持ち上げた足の裏には無数の糸が垂れている。今度は笑い声、それとも呼吸困難を起こしているんだろうか。黒い脳から手を出すと、その人物は画面に向かって一つの人形を突きつける。突き出された腕は無情に人形をカメラにぶつけ続ける。よほど強い力でぶつけてるんだろうか、人形の顔が画面いっぱいに映るたびにカメラの位置がずれ、何度もノイズが散っていく。パソコンをモニターいっぱいに映させるのは、滑り倒し屋に売ってそうな古ぼけた西洋人形。西洋人形か。あまりの勢いにカメラが横出しになると、ブチブチと小さな音が聞こえてくる。
背を向けた影の人物から聞こえるのは機械的な笑い声と荒い気遣い。やがてそれが止むと、影の人物はすっと立ち上がり、カメラに向かって歩いてくる。足元から全体を映すような構図に、自分がこの人に襲われたような錯覚さえ感じてしまう。今僕らはこの動画を使用するだけだ。現実に被害が及ぶなどあり得るはずもないのに。赤い液体の上を歩いてきた足がカメラの前に止まると、上空からボトリと丸い物体が落ちてくる。真っ赤に染められ、あらゆる箇所がひねられたそれは、カメラの向こうにいる僕たちを無機質な目で凝視している。死がついていた部分がひねられ、白い綿がはみ出しているそれは、今し方までこの人物がなぶっていた人形だった。カモヤズケを、ハグラさん、これで動画も終わりよね。なんて悪趣味な映像なのかしら。スクロールバーが見出しまで通するのにすると、僕たちは互いに顔を見合わせてメディアプレイヤーを閉じるボタンを押す。その端、画面に何度もノイズが走り、切り替わる映像。もぞもぞ、画面の端から緑色の物体が舞い回り、画面の中央へと踊り出る。あれ、なんだ、おそらく妹子。あまりに心臓に悪い映像が画面を支配し、やがて電源を落ちてしまう。何ですか今の。イモシが。ごめん先輩。私たち知らないよ。あ、気持ち悪い。カモヤズケはこの上ないくらいに剣を剥き出しにしながら、おかんを払うように何度も手のひらで二の腕を塗る。お世話なさい。動画を通した瞬間に起きたということは、それをきっかけに発動するコンピューターウイルスなんでしょうか。そうですか。僕にはイモシを呪いにしか思えないんですけど、無名心はイモシを惨殺するのが趣味だとか。そんなありえない部下し、この手の掲示板にブラザークラッシャーの仕掛けが利用されるのよくあることだし、さっきも事件式に発動するブラックが決まってる。男子心霊現象などありえないわ。アグロさんのカルティックな発言がよほど許せなかったんだろうか。カモヤズケは一気に言いたいことをまくしゃってると、気分の荒さから部屋出てしまう。アグロさんもなんだかんだ言いながらもああいう顔してるし、僕だって反則がやったら、単なる愉快犯とも思えないけど、検証は気持ちが落ち着いてからにしよう。自分が席を外してる間にそんなことが。小暮さんは僕たちの話以外に安堵のため息を漏らしていた。ネイゲス人間と歌われたカモヤズケをでさえ動揺させるんだ。もし小暮さんが同席してたら、確実にそっと教えるだろう。もちろん僕だって心がざわついて仕方ない。僕は一息入れようと手差し、ネイさんの家から出た。玄関先で深呼吸を繰り返して落ち着こうと試みる。だが事態は一刻の猶予もない。不幸中の際として以前よりも明確な情報を得られた。こういう時だからこそ冷静に状況を分析してみよう。お、セルフクエスチョン来ましたね。映像の正体は、まず一番に気になるのは先ほどの映像だろう。一見するとシオムさんに狙いを定めたものに思える。しかし決めつけるにはまだ早い。あの映像は本当に犯人が制作したものなんだろうか。内容の生産さからたらならぬ猟奇性を感じる。だがそれなりの知識があれば既存の映像を加工するぐらいは可能だ。なんせネット世界というのは本人かどうか特定しにくい空間だ。 ID や IP アドレスなどでは相手がストーカー本人なのか断言できない。一度数値を盗まれてしまえば、中の他人が本人になりすますことだってあり得る。そう考えると騒ぎに便乗した愉快犯がやった可能性だって否定はできない。ということはあの映像は。さあ、では選択肢です。やはりストーカーの仕業だ。模倣犯か愉快犯の仕業だ。やはりストーカーの仕業だ。できましょうか。そうだ、映像から慣れる声は確かにシムさんの名前を言っていた。そのことから考えてもあれはストーカーの仕業と見て間違いない。だがそこまで遠回しなことをしたのはなぜだろう。SNS という外部から見えないツールにリンクを貼り、次に不特定多数の人間が見れる掲示板に動画を設置した。メッセージの送信者であるストーカーの目的は一体何なんだろう。ストーカーの目的、それは捜査の攪乱だ。精神的に追い詰めることだ。誰かに止めてほしいのか。誰かに止めてほしいのか。できましょう。もしかして犯人は誰かに止めてほしいんじゃないんだろうか。だからこそ、シンゴさん個人宛にメールを送った。
だがそんな人情に訴えかける真似をしてもシオンさんが答えてくれないのも分かってる。その矛盾する心境から掲示板の理由を思いついたとしたら、そこで第三者に咎められればまだ踏みとどまることができたかもしれない。しかし現実は誰も彼の痛みなど理解してくれなかった。それどころか返ってきた答えは反抗を煽る声のみ。引っ込みが少なくなったストーカーは動画をアップすることによってさらに事故の抑制を高めた。それもこれも全ては犯行を思いとどまりたいがためにしたこと。ということはストーカーというのは、さあ結論ですね、純粋だが表現した人物だ、には臆病な人間だ、まあ、純粋だが表現した人物だでいきましょう。ストーカーの抑制ばかり目立っていたが、あの文面にはそれ以外のものが隠されてる。欲望に忠実な人間、利己的な人間が我慢などするだろうか。しかし病院に通うほどまでに追い詰まれていた。この二つの情報は犯人の表現を示しているんではないだろうか。それに落とし前という言葉、これはシオンさんに何らかの責任を取ってほしかった現れではないだろうか。文面から想像できるのはシオンさんの浮気以外ない。しかし当のシオンさんは逃げ回るだけで罪の一つもなかったとしたら、行き場を失った感情は暴走し、犯行に及ぶだけの理由は十分ある。だからこそ一度起こった怒りが塞ぎ止められず、あの脅迫状を送るまでに及んだ。一番読み取らなければいけない情報はストーカーが必要に謝罪を求めていることだ。ひょっとしたら犯人はその当たり前のことが叶わないために意地になっている可能性もある。自分のしていることが犯罪と自覚のない間に、釈室の問題も解決してないし、これまでは高島さんを疑っていたりもした。しかしここまで考えると推理に信憑性が出てくる。鴨居月夫の言うようにストーカー犯罪の線と見て捜査を進めた方がいいんだろうか。ならば最悪のケースも考えて羽黒さんに事件として取り扱えないか相談した方がいいかもしれない。今後についてあれこれと思いを巡らせる。どれがシオンさんに取り付くのにベストなんだろうか。殺してるね、それはいいだろうか。風に乗って聞こえてきた消えりそうな声に顔を上げる。その切磋に見えたのは玄関の向こうにいる人影。たらなるの雰囲気に自然と体が前に出る。玄関の先に伸びる路地まで行くと、そこにいた人影が消えていた。一瞬のことで分からなかったが、体格はおそらく男だ。男を探す。すぐに家に戻る。一応男を探すの方が仮地ですよね。どうしようかな。男を探すでいこうか。二つ目の仮地を使おう。部下はすぐに辺りを見ました。しかし買い物帰りの主婦や学校帰りの子供しか見当たらない。いや、だからこそこの時間を狙ったのか。路地はいくつもあり、そのどれに逃げ込んだかもわからない。僕はとりあえず脇を通った主婦らしき女性に、ここに今男性がいませんでしたかと聞いてみたが、女性は知りませんと言ったきりいてしまった。僕は幻を見たんだろうか。確かにこの一瞬で消え去るのは不然とも言える素早さだが、確かにあれは現実だ。何より風の音に混じって聞こえたあの声、殺してやる。あの声には重く暗い人間の情念が感じられた。ともあれシオンさんの身に危険が迫りつつあるのは確かだ。僕はミエさんの家に戻った。みんなを集めると僕は今しがた見た人物について伝える。なんでカズミ君はその男を取り逃したの。バカなあなた、ストーカーである可能性は考慮しなかったの。めっちゃ言われてるな。すいません、いきなりだったもんで。鴨居介は大きなため息をついて別の視線を投げつけた。まあまあいいではありませんか。先輩もだいぶお疲れでしたし。疲れていれば何でもうるさいと思ってるの。小暮さんの応援は全くの逆効果になってしまった。標的が映ったことで内心ほっと胸を濡らす。あれ、そういえば羽黒さんはさっきまでここにいたはずでありますが。彼はついさっきまでそこにいたはず。だが今は忽然とその姿を消している。おや、今後の捜査方針を固めなければいけないし、ここにいてもらわないと。あれ、皆さんお揃いでどうしたんです。羽黒さんどこに行ったんですか。返事代わりに人懐こい笑顔を僕に見せた。用を足しに行ったのか、興味本位でシオンさんの部屋でも見ていたんだろうか。羽黒さんはかすかに本を赤く染めながら、すごかしこへと
線を追いかせる。それにしてもさっきのはひどかったですね。個人的にはワクワクしてましたけど、前の事件にはあんなのなかったな。あんなのってストーカーですか？ねえ、被害者の二人はストーカーに狙われていたなんて先輩から聞いたことないな。先輩って？ああ、当時一緒に捜査してた人ですよ。その人に連絡取ります？無駄だと思いますよ。ただですね、心筋没の人ですし、相当な天の弱ですから。だったら被害者らに直接行った方がいいかもしれません。それは月島家と岩瀬家のことだろうか。小暮さんが手提げカバンから調書を取り出す。確かにそうでありますな。ですが失踪現場に合わせたムーンの関係者を訪ねた方がいいと思うでありますが。どうかね。店長だった人に話を聞いた方が正確な情報は安いわ。だったら二人に分かりましょう。その方が効率的ですし、格別先輩たちは被害者の自宅をお願いしますね。行きましょうか、和美先輩。あ、こら、またがこそ。先輩と行動するのは自分であります。小暮先輩って本当に和美先輩のことが好きですね。あ、こそ、こそ。鴨居漬は呆れて何も言わない。小暮さんは言い足りなそうだ。そんな二人を知り目に、羽黒さんは僕を連れて歩き出した。羽黒さんに連れないまま、電車に揺られること20分余り、再び経営ウロレアのある青山に降り出すと、広めの路地をひたすらに歩いていく。右手の方角にはかつて訪れた州なんかを見える。分不相応な女子学生が入れ替わりで入っていく光景は相変わらずというか、時間はまだ平日の昼間だ。なのに授業をサボって安心遊び歩いてるなんて、学生としてあるべき事項だ。叱ってくれる大人がいないからこそ、子供たちは常識から外れた行為に見落とすんだろうか。彼らは子供というには成長してる。だが精神的には大人に成長していない。今の中高生は非常に曖昧な存在だ。大人になれば自分のすることに常に責任が付きまとうが、未成年に関してはその責任が免除されてる。その甘さにつけ込んで、彼女たちは軽々しく犯罪を行ってしまう。自分たちのしていることは罪に問われるかどうかも分からずに。カズミ先輩、何をボケとしてるんですか？着きましたよ。ね、着いたってどこです？いやだな、ムーンの元店長を訪ねるって言うでしょ。ということは、もしかしてって感じだよね。元店長の店、ここの店長は大好きなはずが、僕の疑問を待たずに羽黒さんは周の店員に声をかけてみる。店長の大好きです。はじめまして。後ろ店員が何かしましたでしょうか？その人はどうも、ムーンの元店長さん。羽黒さんはそう言って警察署を出した。またあんたか。今度は何の用だ？大したことはありません。ただあんたのお店であった失踪事件について話を伺いたくて。話すことは何もない。いえ、捜査のためにご協力を。いやだね、あんなこと二度と思い出したくない。そうか、ひょっとしてお前、前にも会った時も心の中で俺を嘲笑ったんだろ。途中で口を挟んでしまったのがいけなかったのか、大月さんは僕の襟首を掴むと喧嘩でもするかのように睨みつけてくる。その威圧感には普段見せてる軽薄さは微塵もない。お捨てください。こちらもよく事情が飲み込めていないんですが。そうですよ、根も葉もない噂でお店が潰れたってまだ何持ってるんですか？違う、店を伏せしたのは俺じゃない。全部あいつが、高島悪いんだ。ここで高島さんの名前か。震える拳を壁に叩きつけると、大月さんはムードの様相で僕を睨みつける。そういえば以前も高島さんのことを聞いた時に不機嫌になっていた。あの時は商売敵に出せる怨恨かと思ったけれど、二人の間にはもっと深い溝があるんだろうか。あの高島さんが悪いというのはどういうことですか？ムーに関しては大月さんが店長を務めていたはずが、乗っ取られたんだよ。正ずらしてやがったくせに、あの女、俺のデザインを盗みやがったんだ。盗作、あの高島さんがですか？お言葉ですが、著名な人にとって盗作なんてする必要がないんだよ。そんなの知るか。オープンからムーに手伝ってきたのも、ムーン立ち上げのために日本に戻ってきたのも、俺を弟子に取ったんだって。そう、最初から全て計画的にやってきたに違いないんだ。それって被害妄想じゃないんですか？お店が閉店したんだって、お客さんが二人も失踪したからですよね。ムーンはな、けど俺はすぐ次の店舗に着手したんだ。あんなに画期的なデザインをあげられたのに、高島のやつはそれを自分のアイデアと発表したかった。おかげで俺はどんなピエロだよ。
自分デザインで俺の方が盗作扱いされたんだからな。オープンデザインデザインの盗作、これは一体どういうことだろう。とにかくお勧めもらえませんか。こちらがブレイを働いたことがお見せしますから。興奮して息が荒くなっている大臼さんをどうにか進めようと僕は懸命に頭を下げる。別にあんたに謝られてもしょうがない。悪いのは全部高島なんだ。あの女が俺を店を潰したんだよ。いえ、ですからその件は絶対に許さねえ。この城はやっと気づけた俺の城なら、あんな集約もないのか、絶対に許さない。ですから話を聞いてください。僕たちは当時の失踪事件について。そんなのは高島の人に決まってるだろう。どうせ失踪なしだろうし、あの女は裏で人身売買でもやってるんじゃないのか。なんせ盗作なんかするぐらいじゃな。お前ら失踪事件なんか追ってるってことは、フロリアで何かあったんだろう。あそこの店は服だって死体から剥ぎ取って売ってるんだ。そうとは決めつけられません。まだ何も証拠ありませんし。黙れよ。お前らも高島も行かたのか。なだめられないぐらい怒り知らすお好きの前にかける言葉すら見つからない。マグロさんもそれを理解してが、僕の目を見ると黙って首を横へと振る。あたりには野次馬や店員が集まり、みんながイチゴにミュージシャンをしている。騒ぎを気づけたお客さんならば、木製の棚に衣服を戻し、そこさと店を去らしますな。とにかく俺から話すことは何もねえ。もう4年前とかなんだ。放っておいてくれ。そう言わずに、せめて失踪時の話だけども、すごいんだよ。これ以上は営業妨害で訴えるぞ。あ、なんとか食い下がろうという姿勢が激励に触れたのか、オウスさんは手近にあったものを掴むと、それを思いっきり投げつけてくる。危ないな。こんなのだったらどうするんですか。ねえ、先輩。カズミ先輩。ああ。めっちゃ覗いとる。傍らでハグロさんの指が聞こえるが、部下は地面の上に転がるものから目が離せずにいる。小さな樽に入った西洋人形。どうしてまたこれが現れるんだ。ケイ・オルエラ、シュンさんの部屋、そしてシュー。少女が失踪してしまった現場に必ず飾った人形。これが置いてあるということはまさか。大介さん、つかぬことをお願いしますが、この人形はどこで。あの女にもらったんだよ。何の間違いだか知らねえが、全く気味があるぜ。あの女って、それはシオンさんのことですか。それとも高島さんの。その名前もう出すんじゃねえ。60近いバーのくせにあいつは気味が悪い。どうせさらった女でも食って若さを吸い取ってるんだろうよ。最後にセゼリフを残すと大月さん店の奥へと引っ込んでしまう。直後に響くのはバックヤードに続く扉を荒々しく閉めるのだ。あちゃあ、ダメじゃないですか。あんな怒らせることばかり言っちゃ。ええ、すいません。反射的に再生モデルが頭の中別の考えが渦を巻き、疑問が波のように押し寄せてくる。ある程度年を重ねてしまえば、誰だって多少滑覆が良くなったり、様相にシワが刻まれていく。だからこそ僕は勝手に高島さんが大月さんと同年代か少し上ぐらいに見ていた。しかし還暦を迎える年にしてはあまりに若すぎないだろうか。単に大月さんが被害妄想に取り憑かれるあまり誇張していったのか、それとも。風見先輩、これ拾った方がいいですか。ハグロさんは不安げな声を発しながら僕の顔と投げつけられた人形を交互に見てる。そうだ、大介さんはギトしそうだが、店の人にでも返しておかないと。そう思って樽を持ち上げた瞬間、厨房に亀裂が入る。そのまま僕の手を逃れるように、樽の左半分が中身ごと地面に落ちる。うわぁ、やばいですね。一瞬何が起きたのか理解できなかった。手のひらからこぼれた人形は車輪のように転がると、顔が真上に来る位置でピタリと動きを止める。口から血液のようにタレルが変えると、同色に塗りつぶされた死の素顔面、いくつも細かくされたような真っ黒い目と、お歯黒のように黒一色になられた口の中、作り物であるはずなのに、その生産さはまるで人間の死体を生ませる。この人間を持ち主に怒ることを表しているなら、大介さんは。先輩、カズミ先輩だわ。ああ、すいません。暴動しちゃって。とっさにかかった声で我を取り戻すと、ハグロさんは僕に構わず人形を広げる。これすごいですよね。手足を引きずるなんて、ホラーな匂いがプンプンしますね。残殺人形なんて、ひょっとして新しい都市伝説になるかも。そんな嬉しそうに言われても、血みたいなマーキングまでして、僕には悪趣味に思いますが。血？それってリボンのことですか？
そんなのどこにあるんだろう。そんな、ちょっと貸してください。ハクロさんの手から人形を奪い取ると、改めて死の三面を踏みしめる。だがそこは真っ白な綿が詰まってるだけ、口から垂れた血も、我慢重ねた目の跡も消えている。そんな、いつの間に。隣でまた何か言われた気がしたが、その言葉は人形を眺める僕の身に入ってこなかった。いろいろ気になりますね。さあ、オロリアさんですね。また、随分と立派な店構えですね。失踪事件が起きた場所とは思いませんよ。かつて、ムーンが立っていたであろう場所を前に、ハグロスさんは簡単な声を上げる。当時の様子を知ってる彼からすれば、あまりの変わりように驚いてるかもしれない。とはいえ、僕の方は、ムーンの店構えがどんなだったかを知らないわけだが。ハグロスさんは、ムーンが閉店してからここに来たことはないんですか？ええ。だって、潰れた店にわざわざ行ったって、しょうがないでしょ。それはまあ、そうなんですが。証書にはあれだけの情熱がこもった文章を残していたのに、これで結構気分屋なんだろうか。そんなハグロスさんは物目指すような目で、ブティックの中を覗き見てる。何してるんです？カズミ先輩。早くしないと置いてきますよ。ハグロスさんにすかされて自動ドアをくぐる。さあ、店内だね、改めて。そこにはやはり同じ光景が繰り広げていた。色とりどりの服を手に入り、楽しげに会話をする少女たち。あれ、この間のケースの人じゃん。覚えのある声に目を凝らすと、そこには真由美さんがいた。人混みの中で友人らしき人物に囲まれている。こんにちは。今日も買い物かい？今日はでかいおじさんとおばさんは一緒じゃないの？二人は別の用事があってね。それごめんね、話してることを邪魔しちゃってさ。別にいいよ。っていうか、誰と話してたかも覚えてないから気にしないで。その言葉に彼女の傍らを見ると、そこには先ほどの少女たちはもういない。大台をしている店員が立ち代わりに来客に声をかけるのはよくあることだ。この店に関しては顧客同士がそれをしてるんだろうか。この店にいる人はみんな顔見知りじゃないのかい？まさか。しのことだって私が知ってるだけでみんな知らないと思うよ。みんな彼女がいなくなったことをあんなに悲しんでるじゃないか。そうだっけ？けどあの時のクレーンさん言葉は感動したよね。あれだけ思ってもらえたなんて、しのも幸せなんだよ。彼女は紅さんに合わせていただけ、決してしおんさんを心配していたわけではないんだろうか。まゆみさんは相変わらず通り過ぎていく同年代の少女に声をかけながら、旧知の間柄でもあるかのように楽しげに笑い合う。このお調子ならば他の少女にしても、隣の他人が誰だかわからないのは同じかもしれない。偶然列車に取り合った人に話しかけられ、天気などたわいない話をすることなら僕にもある。だが、こうまで、しゃしゃぎに接することなどあるんだろうか。それで、何の話だっけ？今の子たちも知り合いじゃないよね。当たり前じゃん。たまに気があって番号交換とかするけど、特にメールも来ないしね。っていうか、ここって店員さんもしょっちゅう入れ替わってるし、いちいち覚えていないんだよ。みんなクレネさんだけいればいいんじゃないかな。店員さんも入れ替わってる。アドレス交換って、素性もよくわからない人と？そんなのバレないじゃないかい？なんで？みんなクレネさんを知り合いみたいだし、大丈夫じゃない？ここでもクレネさんか。大丈夫なんて本気なのか？まゆみさんは再び誰かも知らない輪に溶け込むと、デザインがどうのなると楽しげに話を進める。かずみ先輩、まともに相手したらキリがありませんよ。今の状態ってこんなものなんですから、こっちもそれへの対応でいかないと。ここは任せてくださいと身内して、彼は少女たちの輪に入っていく。すると程なくして真由美さんがそこから外れていく。今呼びに行ってもらったんで、もうすぐ高島さんが来るはずですよ。どうやって説得したんです？あんな声をかけづらい状況なのに。ある程度話を合わせなければ勝手に聞いてくれますよ。要はみんな寂しがりだけです。すごいなぁ、ハグロさん。だから親身になってくれる人間が欲しいだけなんです。程なくして高島さんが姿を現す。僕たちの姿を見るや、その表情はかすかに曇る。しかし高島さんは気を取り直すように深々と会釈をした。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。